ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たぬ。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。ちょろと駆け回るネズミがここで果てよ。お前は何者だ。まだ貴様に刀などない。その目、輪廻鍵か。なぜその目を貴様が。雨の手力だ。無駄だ。お強く。雨の手力。こしゃけだ。油断したな、金色。お許しを。
止めますので。私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。戦争で命を落とした忍びたちの死を、ちゃんと任務は持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？そして子供たちに、お兄ちゃん、これでしょ？サンキュー、ひまわり。じゃあ、演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力によりバラバラだった五つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ、仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜丸先生くらい。遅刻男がなんだって。ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器を表しているのかな。ホカゲになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜ、サラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。運動開始。全員揃ったな。さあ、本気でかかってこい。はい。どうだ。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃の面を切り替えることを意識しろよ。それ達成考えだってばさ。行くぞ。
一人で全部できたの？断然かっこいいじゃん。お前ってやつだ。ボルト入る。いつでも見つかった。なんだ？こんなの。呼んでよね。残念でした。まだバラバラならこいつらの力。もう一丁。なるほど、あれが最近開発された例の人物。へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマる班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目火影の息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、なことは。じゃあなんで顔を背けるのよ、あ？いや。お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが。だが、今の強さなら今度の。はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期火影なんだから。だから火影になるのはわた。俺は火影になんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君が火影になるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉い火影なんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番地形とこにあるもんも見られねえ火影なんて。だっせんだよ。クソ親父。